ご視聴ありがとうございます。今回は2021年11月に発売されたジンバルジウン9年 M3 とほぼ同じ重さのジンバルモザミニ P を比較します。こちらはモザミニ P で撮影した映像です。雑に歩いてますがジンバル効果はしっかり得られています。対してこちらはクレーン M3 です。こちらも雑に歩いてしまっていますがジンバル効果は得られています。なおどちらも α7C と 20mmF1.8G の組み合わせで撮影しました。両方とも小型のジンバルではありますが少なくとも趣味の範囲では実用に耐える製品だと思います。どちらもおすすめのジンバルですが比べてみるといろいろと違いがあります。ということでその違いを比べながらどのような人にはどちらのジンバルをおすすめするかについてお話ししたいと思います。小型のジンバルを探している人はぜひ最後までご覧ください。特に比べるべき点を紹介するとこちらになると思います。発売月を見るとクレーン M3 の方が1年半ほど新しいモデルであることがわかります。本体重量に関しては数十グラムほどの差はありますがほぼ横並びです。大きさはジンバル展開時モザミニ P の方が若干大きいかなといった感じですがどちらも小型軽量のジンバルとなります。ペイロードはクレーン M3 は非公開、モザミニ P は 900g までとなっています。ただしクレーン M3 であれば特定のレンズとの組み合わせであればフルサイズミラーレスも搭載可能となっています。こちら公式のカメラレンズ対応表ですがそれによると例えばソニー α7S3 であれば FE24mmF2.8G や FE28mmF2、 キャノン EOS R や R6 であれば RF50mmF1.8STM が搭載可能なレンズとなるようです。小型軽量のレンズに限られますがフルサイズミラーレスが載せられるのはとても魅力的ですよね。対してモザミニ P は公式では 900g までしか対応していません。900g であれば動画のようにソニー α7C と 20mmF1.8G の組み合わせが載りますが軍幹部のあるフルサイズ機は基本的に諦めざるを得ません。その点大きな違いがありますので購入のポイントとして押さえておきましょう。続いて紹介したい違いはこちらのモニターの有無です。クレーン M3 にはモニターがありモザミニ P にはモニターがありません。モニターがあることでどんなメリットがあるかというとバランス調整の確認やキャリブレーションの実行、直感的なモード切り替えができる点が挙げられます。どのジンバルもこのように事前にバランスの調整が必要ですがクレーン M3 であればそのバランスがうまく取れているかどうかモニターのこちらのボタンから確認が可能です。うまく調整できていない箇所はこのようにどちらかに触れてしまいますが全てのバランスが取れればこのように反応がなくなります。本体のみでバランス調整の成否が可視化されて分かるのはとても便利ですよね。またクレーン M3 はモニターのタッチ操作でキャリブレーションが可能です。モニターのこちらのボタンを押すことでモーターの調整をしてくれるのでとても楽です。対してモザミニ P はモニターがないためスマホアプリからキャリブレーションをするしかありません。その点もモニターがあるメリットと言えるでしょう。また操作時も例えばパンフォローモードからフォローモードに切り替える際モニターのタッチ操作からコントロール可能です。これは物理的なモードボタンでも切り替え可能なのですがであったとしても今現在どのモードが選択されているのか視覚的に分かるのはとても便利です。このようにモニターがあるからこそのメリットも多いのでそれらを利点に感じる人はクレーン M3 の方がいいでしょう。とここまでの話では圧倒的にクレーン M3 の方がいいといった印象になってしまいましたが決してそう言いたかったわけではありません。というのはご覧の通りこの2つのジンバルでは圧倒的な価格差があるからです。これがほぼ同じ価格帯であれば迷わずクレーン M3 をおすすめします。ですがここには動画公開時約2倍の価格差があるわけです。冒頭でもお見せしましたがペイロードの範疇であればモザミニ P もしっかりジンバルの役割を果たしてくれています。 α7C のような小型に特化したフルサイズ機以外をジンバルで運用したい場合はペイロードの条件から素直にクレーン M3 にした方がいいと思います。
ただし α7C や APS-C 機以下の機種であればノザミニ P でも十分な力があります。ということで、シンプルにそれら小型軽量のカメラで運用することを考えるなら、価格面からもノザミニ P の方がいいでしょう。反面、将来的に α7S3 や α7IV なども載せることを検討するなら、最初からクレーン M3 にしておいた方がいいと思います。フルサイズ機で運用したければクレーン M3 にした方がいいですし、小型のカメラでの運用を前提とし、かつ直近でフルサイズ機の購入予定がなければ、コスト面からノザミニ P がいいと言えるでしょう。どちらも旅行などで使ってきましたが、そのようなプライベート利用であれば双方ともに十分な機能を発揮してくれます。先ほども紹介したクレーン M3 のモニター機能も便利なのですが、個人的にはそれだけに2万円以上の価値があるとも思えません。そう考えると、ご自身がどのようなカメラでジンバルを運用したいかで、どちらにするか決めてしまっていいと思います。なお、DJI の RSC2 というジンバルも運用したことがありますが、そちらはジンバル単体だけで 1.2 キロあり、私は長時間運用がしんどかったです。ペイロードが3キロまで耐えられたりと、重たいだけのメリットもあるのですが、今回紹介した2機種に比べ 500g 増しというのはかなり致命的で、撮影中も重たいですし、その翌日以降も必ず腕や胸筋が筋肉痛になり辛かったです。ある程度がっつり映像作品を作り込む際は、カメラもレンズも選びたい放題の DJI RSC2 をおすすめしますが、旅行等のプライベート用途でしたら、私はその軽さからクレーン M3 かノザミニ P をおすすめします。最後は別機種についても話してしまいましたが、ここまでの内容いかがだったでしょうか。私個人としては将来的に α7IV を買いますことを見越し、ノザミニ P からクレーン M3 に買い替えてしまいましたが、その予定がなければノザミニ P を使い続けていたかもしれません。皆様の今後のカメラの買い替え予定や、どのような動画を撮影したいかで購入するジンバルを考えてみてください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。本動画の内容が何かしらのお役に立てたようでしたら幸いです。また、もしよろしければチャンネル登録やグッドボタン、ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。